疲れたな。いやー疲れましたね。めっちゃ汗かきましたよ。飯にすっか。あ、はい、飯にしましょう。腹減ったろ。はい、あ、飯にしよう。お前何それ。あ、ちょっとあのコンビニで朝サンドイッチ買ってきたんで。お前は、いや、コンビニのサンドイッチもいいんだよ。はい、いいんだけど、はい、この仕事はもう体資本だからよ、しっかり食わねえと。あ、はい、栄養も偏ってちゃダメだから。はい、もうなんだ、買い足してこい。あー、ちょっと今日朝、はい、時間なくてサンドイッチだけにしちゃったんですよね。体しっかり力つけねえとこの仕事無理だから、マジで、はい。あ、先輩ご飯何なんですか。俺、奥さんの愛妻弁当。はあ、いいっすね。めっちゃ羨ましいっすね。いいだろう。うわ、すごい、なんか量もボリュームあって、まあスタミナ弁当ってやつだな、愛妻の。ああ、いいっすね。そういうの憧れます。まあ奥さんがよ、はい、もう朝5時に起きてよ、はい、仕込んでやってくれてんだよ。ああ、めっちゃいい奥さんっすね。食わさなきゃいけねえだろ。はい、ガキもできんだよ。ああ、そうなんですね。まあ、もう体しっかり整えてよ、はい、力つけて仕事しなきゃダメだろ。はい、うわ、なんかめっちゃお腹空いてきましたね、それ見て。だろ、ちょっと見ていいっすか、なんか。おいよ。はい、じゃーん。はい、スタミナ弁当、白米に梅干しだとよ、偏っちまうんだよ、はい、それだけだと。はい、だ、栄養しっかり取るならこれだよ。はい、食うか。いや、ちょっと大丈夫か。大丈夫っす。じゃあ俺いただくわ。いただきます。うん、米もよ、奥さんが早起きしてよ、はい、ブルで炊いてくれてっからよ。はい、力つくわ。こらこらこら、みなぎるわ。チャンネル登録おっしゃーす。